おはようみんな、笹の原だよ。皆さんはアンリアルエンジンを知っていますか？だいたい世の中のゲームっていうのはユニティかアンリアルエンジンかその他の自社製製品だとかで作られているんですよ。で、大半のゲームはこのアンリアルエンジンというソフトを使ってゲームが開発されているんだけど、そのゲームエンジンの最新版、アーリアルエンジン5を使った技術デモ的作品、ザ・マーケット・ブライトを遊んでいこうと思います。主人公のワタル君になって、素敵な世界を旅する作品となってるみたいです。ちょっと重いな。やっぱめっちゃ綺麗。ホタルだ。あ、こっち側にはいけないんだね。明るい、超明るい。朝日が差し込んでいてとても綺麗ですね。お花だ。見せそう、見せそう。なんかすっごいスペックが必要とされるみたいなんですが、なんとか動いております。うわ、めっちゃ綺麗なんだけど。いや、アンリアルエンジンのね、すごいところって、無料で使えることなんですよ。そう、このゲームエンジンね、無料配布されてるんですよね。売り上げが数千万円になってから、やっとね、なんか、ちょっとお金ちょうだいって、ちょっとお金お裾分けしてっていうシステムなんだけど、誰でもね、こういうゲームがね、作れちゃうんだよ。宝石取れ。コレクトザ・ホワイト・オープ。ふむふむ。ふむふむふむ。宝石を集めればいいんだね。どんどん集めていくよ。白い玉玉。綺麗。めっちゃ綺麗だね。なんだい？なんだい？お野菜がね、めちゃめちゃ美味しそうなんだよ。超やばくない？めっちゃフレッシュじゃない？見て、このお野菜よ。わ、わわわ、わわわ。めっちゃズームになってる。見て、パプリカのテカリよ。あ、お腹空いてきちゃう。人参の上をテクテク歩くホタル。見て、ベリー。美味しそう。プチプチしてる。見て、ほら。超細かい。入れない？入れるよね。オッケー、オッケー。おお、どこに行くんや。ふむ、またホワイトオーブを集めればいいんだね。パンだよ、パン。中身断面図どうなってんだろう。見てこれ。見てこれ。超美味しそう。見てこれ。てか、ご飯がひたすらに美味しそうなんだよね。ゲットザ・グリーンオーブ。さあ、グリーンオーブを取りに行きましょう。ルート的にはこっちかな。よいしょ。よいっちょ。あった。見て、これ。野球ボール乗せるやつ。かっこいいね。見て、この地面。石すら綺麗っていうね。
お花。いや、平和だね。とても平和なゲームだね。またパンがある。パン食べたくなっちゃう。いもむし、いもむし。いもむしくんたちもパンを狙っているのかい？美味しそうだもんね。美味しそうだもんね。このサイズだったら何日分になるんだろう。いや、余裕で1ヶ月は持つよね。腐っちゃうか。というわけで、笹の原からの宝石、ゲットです。いや、いいね。綺麗ね。歌っちゅめ、ゲット。ん？そして時が動き出す。あー綺麗。あー美しい。めちゃめちゃ綺麗なんだが。わ、すっご。トラットリアって言うんだ。やばい、めちゃめちゃ綺麗。いやー、これはね、ぜひ皆さんもね、ハイスペックな PC を用意して遊んでみてほしいですね。本当に綺麗だよ。いや、ゲームもここまで来たかって感じだよね。ないね、イルカさん。すごい切なそうな目をしてるね。あったかな？違う。これじゃない。あ、二人で仲良くくるくるしてる。僕も混ぜて。ホタルくん。中に入るんか？見て、ほら、水のね、テカリ具合よ。めちゃめちゃ綺麗よ。わ、綺麗。目がっさ綺麗。あ、葉っぱの上で休憩するの？なるほど。葉っぱのボートに乗って移動するんだね。はぁ、シャレとる。おしゃれか。おしゃれの塊か。はぁ、めっちゃ綺麗。もう何度も言うけどね。めちゃめちゃ綺麗なんだよね。やっぱね、アンリアルエンジン5っていうのはね、このライティング機能がね、大幅に強化されてるんですよ。光の描写がね、めちゃんこね、映像を綺麗にしてて、このキラッキラ具合を。ナイアガラっていう VFX、エフェクトをね、つける機能があるんだけど、そこもね、かなりいいのよ。お、頭の上に行けってか？何が起こるんだろうか。ねえ、何が起こるの？親分ホタル？わあ、そんなにおったんかい、我。なんだかあれだね。ちょっとピクミン思い出すね。そう、ピクミンのさ、エンディングがこんな感じなんだよ。たくさんのピクミンと星をね、お別れするんだけどね。Let's share this more feeling together. 一緒にね、感じてもらえたかな。というわけで、The Market of Light。アーリアルエンジン5の技術的デモ作品を遊んでみました。いや、皆さんどう感じましたか？もう少し技術が進歩すれば、次世代機でこの画質のゲームをね、バンバン遊べるようになるので、興味がある方はぜひこちらのデモ遊んでみてみてくださいね。というわけで、The Market of Light でした。
それじゃあみんな、またね。